増田俊雄の逆手で勝つ日本復興のために。この時間は時事評論家の増田俊雄先生に最近のニューストピックスなどについて評論していただきます。増田先生よろしくお願いします。はい。さて北朝鮮なんですが、昨日の午前7時20分に弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと、海上保安庁から発表がありました。そしてその前に5日になりますか、北朝鮮で極超音速ミサイルの発射試験を行ったと発表になっております。ここのところミサイルの発射が多いのですが、先生これはどういうことなんでしょうか。よろしくお願いします。そうですね、過去というか去年の9月頃からですかね、しきりにこのミサイル発射実験を繰り返しているわけですが、今回もまたこの発射されて、韓国の方の軍部の方も確認しているので、間違いなく北朝鮮のミサイルだということになると思うんですが、このところこの続いている原因はですね、2通りあると思いますね。一つはこのミサイルの技術、つまり北朝鮮のミサイルの性能ですね、これを高めるための実験ということがあると思いますね。今超音速と言いましたけども、北朝鮮は中国と協力してですね、超音速ミサイルというのを開発しまして、世界でもですね、ナンバーワンクラスの性能、これを持つに至っているわけですね。したがって、この度重なるミサイル実験、これは性能を高めるため、ミサイルの性能が高まればそれだけ、ミサイル脅威というのが増すわけですから、つまり北朝鮮の軍事脅威というものが高まっていくわけですね。もう一つはですね、政治的な理由があるんですね。ご存知の通り、トランプ大統領の頃はですね、米朝首脳会談ということでですね、合計3回ぐらいですかね、シンガポールを皮切りにですね、最後はハノイでしたかね、3回もですね、首脳会談を繰り返すということで、その度にですね、北朝鮮というのは世界中のメディアで報道されてですね、朝鮮半島の非核化と、これが実現できるかできないかということでですね、世界の関心を集めた。そしてこれを成功させるためには、その北朝鮮もアメリカも歩み寄らなければならないというようなことがいろいろあって、北朝鮮は誠意を見せましょうということで、実はあれ老朽なんですけども、老朽の核施設をですね爆破して、この世界中にその状況を見せると、北朝鮮はこんなにですね核廃絶のための努力を重ねてるんだということの、デモンストレーションなんですが、それにですね、アメリカの方が乗ってくるかと思いきやですね、最後のは確かハノイだったんですが、会うやいないや物別れみたいなですね、状況になってしまったと。普通に考えるとどうしてかなと思うことがあるわけなんですが、やはり表向きの核廃絶とですね、お金の絡んだビジネスというのは別でして、アメリカもこの核に関してはですね、いろいろ関係があるわけですね。どういうことかというと、北朝鮮の核脅威というものが増大化すれば、それだけ日本や韓国、また最近では台湾ですけども、アジアにですね、いろいろな兵器を売ることができるわけですね。迎撃ミサイルというのがあって、性能の向上された台湾のですね、ミサイルが開発されればされるほど、今までの迎撃では太刀打ちできないと
もうだから新しい迎撃システムを導入しなきゃならないということで、また何まあ、日本のお金にすると何百億とかですね、いうことになって、それだけアメリカの軍事産業は潤うわけですね。ですから表だけ見ているのではなくて、北朝鮮の脅威が高まると誰が利益を得ることができるのかというようなこともですね、考え合わせるわけですね。その2番目のこの北朝鮮が、ミサイル発射をその続けているその理由は政治的理由があるとこう言ったんですが、そういうですねアメリカの思惑をこの引っ張り出す、つまりトランプ大統領の時はですね、まあ、3回も会談をしたんですが、バイデン大統領になったらですねなんかそっぽを向かれてるみたいな感じで、なかなかそのお話が来ないんですね。首脳会談をやろうかという誘いもあまり来ないと、こういうんで見捨てられたようなですね、まあ、政治的ですけどもような形になっていると、そこでですね関心を高めるために繰り返しそのミサイルを発射するという点もあるわけですね。でそれともう一つはバイデン大統領の方は北朝鮮よりもですね台湾の方が忙しいわけで、中国と米中冷戦という最中ですから、アメリカの方針としてはですねこの台湾に介入してですね、そして中国に圧力をかけるというこういう基本政策がありますから、それに今夢中になっているのにですね、その北朝鮮の方にですね首脳会談するとかですね、あーとかこうとかっていうのはまあなんて言うんでしょうか、アメリカの外交指針、軍事指針からするとですね、もう北朝鮮はアリューになってしまったわけですね。今の本流は台湾、ここにですね、どんどんこのアメリカが力を加担してですね、中国をけしかけて、できることならば軍事衝突でもしようもんならですね、締めたもんだと、ちょうどまあ真珠湾攻撃が今になって真実が明らかになって、日本はアメリカに乗せられて誘導されてやったんだということがですね、アメリカの方からはっきりとですね、証明されたわけですから、同じようにですねやはりこの中国というものにいろいろな形で圧力をかけてですね、できれば窮鼠猫を噛むという言葉がありますが、追い詰めていってですねもう仕方がないと、武力に頼る以外に国をその救う道はないんだというところまで追い込んでいけば、まあこれはアメリカが占めたものだということなんですが、中国はしたたかですから、アメリカが何のために何をやってるかもう百も承知の上ですから、静観するところは静観してですね、文句を一言言っておいてやろうかなという時には文句を言うというんでですね、かつて日本がアメリカにうまく乗せられたように中国を乗せるというのはもうほぼ不可能だというふうに、まあ私なんか見てますけどね。というわけで、この北朝鮮がしきりにミサイル発射をするというのは2つの意味ありと、1つは性能を高めて北朝鮮のこのミサイルの脅威を高める、これは取りも直さずアメリカの軍事産業にとってプラスなんですね。今ある迎撃ミサイルで新型のですね超音速のミサイルがこの落とせないと、迎撃できないということになればですね、それに耐える新しいですね迎撃システムを導入しなければならなくなると、つまりアメリカの軍事産業のお客さんがですね、買うだけ買わせてもらったんですが、もっと買わなきゃならないということになるわけですから、そういうことをですね北朝鮮がやってる、それでもお前さん黙ってんのかと、お前さんのためにやれるだけのことをやってるんだけどもまだそっぽを向いてるのかっていうところもあるでしょうね。それであんまりバイデン大統領がそっぽを向いてるもんですから、この間の中央労働委員会中央委員会とかっていうのがありまして、これはまあ北朝鮮の政策決定する、まあ、国会みたいなものですが、そこでですね、金正恩労働党委員長はですね、イミジクもというか声を大にしてですね、北朝鮮の敵はアメリカだって叫んでるわけですよ。これだから仕掛けてる、一生懸命おいでおいでと、ところがバイデンがなかなか乗ってこない、乗りたいところなんだけども
台湾の方で忙しくてですね、手が引けないということですね。そういう今アジア情勢と言ったらいいんでしょうかね、そういう状況にあるということを、まあ、皆様方ご理解していただければいいんではないかと、まあ、私の意見ですからね、正しいかどうかは分かりませんが、まあ、私はそう見ておりますというお話であります。はい、増田先生どうもありがとうございました。はい、